あれだけど、タイガーとの違いっていうのね、ちょっと気になるんですけど、アニメも、まあ、聖地巡礼で行くけど、タイガードラマもね、はい、そうですね。その、なんですか、その年のタイガードラマの場所にみんな行くじゃないですか。行きます、行きます。タイガーとアニメのこの違いってどこにあるんですか、はい、タイガーとアニメの違いっていうのは、消費者行動を分析しても非常に、うん、まあ、よく出てるんですけども、うん、やっぱ没入度の違いっていうのは結構あると思います、うんうん、でしかもやっぱり大河ドラマってマスベースですね、うん、つまり NHK が、うんうん、やる1年前から、うんうん、大河ドラマ館っていうのを地域に作って、うんうん、で、まあ、プロモーションするんですよね、うんうん、そうするとその前年度っていうのがこれ数字でちょっと出てるものがあるんですけど、うん、平常時が100だとすると、うんうん、前年度はまあ103から4ぐらいなので、うんうん、で、その実際に放映されてる時がまあ130とか、かなりこうドンって上がるんですよ、うんうん、120とか。観光客ね。観光客。で、その後、すぐに実は100に戻っちゃうんですよね。うん、ただ、例外が、篤姫かな、うん、なんかいくつかの例外なんですけど、うん、そこを活用して、プロモーションを積極的にやってる地域に関しては、うん、一気に落ちないで徐々に落ちていくんですけど、基本的にそこで何もやんないと一気に前とに戻ってしまう。それはなぜかというと NHK の放送がまた違う地域に行っちゃうからね、今度はそのつまり大河ドラマファンっていうのはやってるところに移っていくから、そこの地域に忠誠心があるわけではない、うんうん、なるほど。ただアニメ聖地に関しては、うん、その作品に没入感があるから、うんうん、その作品が続く限りそこに通い続けて、うんうん、自分の中に思いがあれば、うん、その地域の人とのつながりの中で何度も行くっていう、うん、つまりその作品に対するその没入度の違いが、うん、やはりその大河ドラマと、うん、アニメ聖地巡礼との違いを大きく生んでるんだと、うん、作品そのものというよりも大河はもう日曜日の8時見るっていう人たちだから。そうです、そうです。なるほどね。でそうするとね、逆に言うとアニメの聖地を作ろうとか、はい、そういう地域によってそのアニメを誘致しようとかっていうこともあるんですか。大河って今まであったじゃないですか、こう誘致合戦みたいな、はい、アニメのこう誘致合戦みたいなのあるんですか。誘致合戦っていうのは、うん、大河はすごいですよね、うん、誘致合戦がもうあと何年か先までっていう、うん、アニメに対しては そこまではやっぱり強くないです、はい、ま、ただやっぱ先ほどの、まあ、地域で作家を育てようというような動きは、うん、あるのと、でもやっぱりその地域にそれを持ってきたいということで、うん、制作会社と地域が組んで、うんうんうん、でその出資することで、うん、地域のアニメを作り、それを映画化するっていう動きは、それは例えば具体的にどこかですることをやってるか、それは秩父なんかはそういう動きがありますよね、うん、で、今11の、企業体、自治体も含んで11の、はい、チームで11の企業体で、そういうものを展開している、うん、で、まあ、もちろん作品自体もいいものですけれども、うんうん、それに対して、ファンが集まって盛り上げるってこともちゃんとできている地域はあります、うんうん、ちゃんとマネジメントをしている地域は、出てきてるっていうことですかね、うん、あとアニメ絡みでこの地域面白いなっていうのは感じですか。うん、そうですね、アニメ絡みでっていうと、そうだな、今ガールズ&パンツァーってまあ前からある、うん、アニメーションですけども、ガルパンっていうやつ、茨城県の大洗なんですけど、やっぱそういった地域なんかにやっぱりこう行ってみると、うん、駅降りた瞬間からお帰りなさいって書いてあるんですよね。お帰りなさい。そうなんです。で、まあいろんな地域のお店もそうなんですけど、やっぱりそこにもう自分たちのふるさとみたいなものですかね、うん、巡礼者のふるさとみたいなものが、うん、やっぱそこにこうになって自分たちはなるよっていうようなこう展開が見えたりするんで。うん、やっぱ地域それぞれなんですけど、うん、やっぱりいろんなことをやっぱ工夫してるなっていうのは、なんかね、コミュニケーション戦略的に言うと、その人とのつながりであったりとか、その地に特別な魅力を感じると継続したりとか、うん、定住するなんてことも先生言われてますけど、やっぱりそういう仕掛け、そうですね、場と仕掛けみたいな感じ。そうですね。ただこれすげえやっぱりこうなんだろうな、難しいなと思ってるのは、
やりすぎるとダメだったりするんですよね、うん、あの普通の商品、まあ、最近特にあのそういう傾向あるんですけど、仕掛けた感が見えちゃう瞬間に冷めるっていう、あのその微妙な度合いがすごく重要で、これどうせどっかの代理店が仕掛けてるんでしょうみたいな形に見えちゃうともうダメです。だから作品市場でそれについて真摯にこうそのやってる人たちもそこに向き合ってるっていうのはものすごく重要です。人吉なんてまさにだからそういう部分なんでしょうね。はい、まあ、特にあのヒット作品なんかに関して言うと、最近 あのかなり攻めて攻めて、例えばそのくら寿司と連動した鬼滅の刃 あのグッズがあったりとか、商品と連動するメディアミックスの展開というのは非常に多く最近見られますけど、うん、あのこのアニメ聖地巡礼に関しては、うん、その大ヒット作品に関してそういう攻め方はあるんですけど、うんうんうん、もうちょっと新アニメからこう成長してきたようなものに関しては、うん、もうちょっとこう作品市場で、消費者っていうか巡礼者主導の展開をしていくっていうのが、まあ、肝ですね。これはそのあれですよね、だから僕もこれで初めて知ったんですよ、夏目友人帳、はい、だからあの深夜アニメって言われてましたけど、夜 そうですねこうやってる感じのね、あんまりこうゴールデンタイムにバンバン出てるとかっていう感じじゃないところからこうじわじわじわってきてるっていう、ね、東京 MX テレビとかね、あのそういうところで深夜やってるやつですね、うん、これでもねちょっとあのびっくりしたのは、熊本県とコラボしたこうウェブサイトもあったりとかしてね、で熊本県がそのウェブサイトで YouTube の動画3分ぐらいですかね、あれなんか作っててよくできてますね。よくできてますね。地域もそういった意味では非常にこうコンテンツ活用ってのは上手くなってますけれども、だそういう作品がないところっていうのはやっぱりあの今からでもあのいろいろこうそういう仕掛けっていうのはできるかもわからないですね。で特にあの注目する部分でいうと、富山県の南砺市に PA ワークスっていうのがあるんですけど、うん、そこではあのやっぱりアニメーションの、書き手をやっぱ育てながら、やっぱこういったその地域へ その、なんだろうな、活性みたいなことにも、まあ、寄与できるようなこう人材を育てるっていう同時にやったりしてますね。あ、そう、たまたま夏目友人帳の場合は作家の先生が人吉の出身だったので、後からそういうふうになってるけど、はい、意識的にそういう、そうですね、なんとかな、書き手の人を育てようっていうところで、はい、まさにあの作られた聖地巡礼じゃないんだけど、 そういう方向っていうんですかね、はい、まあそうですよね、たまたま自分とこの町を舞台にしてくれた作品が現れないと成立しないっていうんじゃね。そうなんです、そうなんです。で最後にちょっとせっかくなんで、はい、まあ、横浜の大学で、横浜でまあ100年以上ということですから、はい、横浜もこう聖地巡礼じゃないんだけど、なかなかこう、まあ、今インバウンドちょっとコロナであれですけど、まあ、来ても素通りとかね、お金落とさないとか止まらないとかね、で結局浅草あたりってちょろっと横浜通過して鎌倉行っちゃうとか箱根行っちゃうみたいな流れがずっと多くて、とはいえ横浜もなるべくこう人って思ってますけど、もう仮にその今先生のこう研究でやられた知見でね、はい、横浜少しなんかっていった時にどんなことが考えられますか。横浜っていうのはもうコンテンツの宝庫じゃないですか、うんうんうん、だから横浜に関してっていうのは僕もよく考えたりはするんですけど、うん、あのやっぱりこうあるものを整理するっていうのがすごくこう重要じゃないかと思ってるんですよね。でいろんなものが横浜発祥だし、でやっぱりもう一回歴史をこう光をこう当て直す必要っていうのもすごくあると思うんですけども、あのなんだろうな、でしかもコンテンツ作品も結構あったりしますよね。結構ありすぎちゃってるっていうのと、こうどちらかっちゃってるとかあるのかもしれないですかね。そうですね、やっぱりこう切り取り方っていうのを、やっぱこうクラスターも含めてターゲットもそうなんですけど、あの広くも来ることは分かっているので、横浜でだからどう過ごすかっていうことで、まあ例えばその地域も広いし、中区のこの辺りだったら、つまり地域の切り取り方っていうのがまあ一個ありますよね。要はまあ
その、なんていうかな、ターゲットっていうか、来る層、ね、関心持つ層ごとに、こう、元町がどうとか、ここのエリアはこの層向けとか、ね、なんかそういう、こう、まず切り分け的な。そうですね。それと、あと、その、ランブリングをする、つまり、ブラブラ歩きをするコースっていうのは、うん、まあ、どこに行っても魅力的なんだけれども、うん、そこをちょっとある程度こう作ってあげるっていうのがあるかもしれない。これそれこそ人吉なんかはね、さっきマップもって言ってたし、はい、この熊本県とやってるの作ってるウェブサイトでもおすすめのところとちゃんとこう連動してね、そうですね、なんか展開されてますから、 それをまたしかも、紹介の YouTube の動画では実際にその夏目という主人公とにゃんこ先生がそれを回ってみたりとかね。それいい案だと思います。秩父なんかは、うん、いわゆる年齢の上の人の巡礼というか、まあ、地域マップと、うん、あとそのアニメのための巡礼マップ、うん、若者たちを分けてます、まあ、そこ混ぜちゃうと、うん、絶対ダメだってやっぱり市の人が言ってました、ね。まあ、その辺が横浜でいうとちょっと手がかりになるかなっていう、はい、ただ本当に人吉の例なんか見てると上手にこの夏目友人帳を使ってですね、ある段階から意識的にそのまあ、作者とかあるいは出版社とかそういうところとこう連動するようになってきて、まあ、そこは何ていうのかな、コラボがうまくいってる感じがありますね。そうですね、うん、まあ、横浜へのもし知見があるとすればそのあたりを少し手がかりにと、うん、そうですね、いうことを考えてみるかな。今いろいろそれこそアニメの聖地という観点でもいくつも作品があるし、まあ、見せるべき場所もいっぱいあって、かつそれがいろんなターゲットのところに言うと言っちゃうと何ていうのかな、ボケちゃうところがあるから、そこを少し整理してここはこれとか、あと回し方もさっき言ったような、ターゲットごとにこうマップを作る、うん、マップっていう世界じゃなくてもウェブをうまく使ったりとかこういう動画を使ったりとかっていう世界を、ね、まあ、うまく、まあ、ここのところのその聖地巡礼を含めた地域のブランディングにうまくいってるところってのはその辺上手にできてるからっていう。そうですね、いわゆるその今のそのマス、うん、メディア、うん、もしくはマスメディアや、うん、SNS も含めたメディアに情報がその あまりにも溢れすぎてて、うん、そのほとんどはスルーされてるわけですよね、うん、で結局そのスルーされてる情報にさらにみんながアプローチしていろんな情報を流そうとしてるんだけれども、うん、やはり人々の心に引っかかったり、うん、刺さったりするっていうものは、うん、やはりそのコンテンツの魅力だったりするわけじゃないですか。そうすると、このアニメ聖地巡礼のような例えばアニメをきっかけにした地域づくりとか、もしくはその他のコンテンツをきっかけにした地域づくりっていうのは、まあ、その紛れないでここに少なくともそこに関与したい人たちに関しては強く刺さっていくので、そこで、まあ、より深い関係人口を築ける、うん、まあ、これから の、成熟社会もしくはメディアのこう多様化する社会の中では非常に有用な手段なんじゃないかというふうに思ってます、うん。ね、切り口のユニークさと一貫したストーリーが大事なんて先生おっしゃってましたから、まあ、そのあたりが少しキーワードになるのかなというふうに思いますね。はい、今日はですね、まあ、聖地巡礼のところから始まり最終的には地域のブランドのところまで展開しましたけれども、はい、いろいろお話伺いました。先生今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。